人々がその惑星に移り住んだのはいつのことだったろうか。遥かな星の海を渡り、人々はこの星を見つけた。惑星野球、そこは見渡す限りの不毛の地であった。大地が生命を育む力は弱く、水はよどみ、風すら旅することを知らなかったという。多くの人々がこの地に失望し、星の海へと帰っていった。だがその中にも決して希望を失わない不屈の魂を持つ者たちがいた。伝説の球技ベースボールの修練によって熱き血と魂を体内に宿したる者、野球選手。彼らは逆境と戦いながらも大地を開き、ともすれば弱りそうになる心を鍛え上げるためにベースボールの修練をも忘れなかったという。そしてある時、彼らの魂のエネルギーが大地の奥底に眠る巨大な力を揺り起こした。ベースボーラー、力はそう名乗った。熱き魂のエネルギー、我に注がれる限り、我はこの大地に豊かなる実りをもたらそう。ベースボーラーは人々にそう語ったという。しかしその希望の光の陰でうごめく暗黒の力もまた存在した。ダークベースボーラー、邪神と呼ばれるその強大な力は幾度となく野球の地に災いをもたらした。だが邪神うごめく時、多くの選手の中より選ばれし9人の選手が熱血の力でこれを封じ込めた。ベースボーラーと野球を守護する9人の選手、彼らは聖選手と呼ばれた。次は負けないからね、翔真くん。なんだ、委員長か。なんだはないでしょ。おじさんが聖選手の丘で待ってるって。父ちゃんが？じゃあ僕も帰るよ。みんなが待ってるから。ああ、またな。あ、いたいた。あら？おじさんだけじゃない。もう一人誰かいるわ。ん？なんだあいつは？久しぶりだな、探偵。カイドウ・レイジ。暗黒野球に身を売ったという噂は真実だったようだな。かつての聖選手ともあろう者が、なぜだ？より強くなるためだ。勝負受けてもらおう、天道断鉄。聖選手最後の一人としてな。最後の、だと？他の者は皆我々が倒した。邪魔なのでな。うん。カイドウ。そこまで暗黒に飲まれてしまったのか。ならば思い出させてやる。聖選手の心を、熱血の力を。貴様はここで死ぬのだ。行くぞ、聖球エクスカリバー。請求など私には聞かぬ。暗黒打法デスブリンガー。父ちゃん、聖戦士の証、お前が受け継ぐのだ。戦いが始まる。強大な暗黒の
ダークベースボーラー、父ちゃん、父ちゃん。どうもクソゲーハンターです。今回は PC エンジン CD ロムロム専用ソフト熱血レジェンドベースボーラーをプレイしていこうと思います。ちなみにこのゲームなんですけど、動画投稿サイト上にまともなプレイ動画が存在しません。検索すればわかると思うんですけど、マジでないです。なのでゲームの歴史的にも大変マイナーな作品となっております。おかげでこの動画を上げるまでにソフト代とゲームハード本体代を合わせて約8万円かかっており、過去最大の出費となっております。しかしその金額に見合う魅力的なクソではなく魅力的なゲームなので、早速始めていきましょう。請求エクスカリカリカリバーバーバー。皆さんにお知らせがあります。このゲーム野球ゲームではありません。はい、このゲーム野球ゲームではなく RPG です。ロールプレイングゲームです。なので今から野球ゲームの動画という認識は捨てて、面白棒読みムービー RPG という認識に切り替えてください。まずこのゲームは動画冒頭でも流した棒読みムービーが特徴です。行くぞ、請求エクスカリバー。 PC エンジンのスペックを生かし声優のボイスが多数収録しているのですが、いかんせん声優の演技がひどくて笑いどころとなっておりますが、すべて紹介すると動画の尺がとんでもないことになるので、後日ムービーまとめ動画をアップします。で、本題の RPG としての出来なんですけど、クソイカです。まずはこのゲームの戦闘システムから紹介します。フィールドやダンジョンを歩いているとこのように何の音もなくエンカウントします。そして戦うか逃げるかを選べるのですが、しかし敵はくどかった、戦うしかないでしょう。こんな感じに逃げようとしてもよくわからない文章が出てきて逃げれないことがあります。そしてエンカウントから十数秒のロードを挟んでやっと戦闘に突入します。初見だと画面が暗転してそのままで放置されるので、フリーズしたんじゃないかと勘違いすること間違いなし。はい、戦闘が始まりました。唐突に野球場が現れますが、気にしないでください。この世界での設定らしいので。で、戦闘システムなんですけど、野球のような何かとなっております。見ればわかるんですけど、こちらがバッターの場合、ストライクだとダメージを受けて、ボールだと相手がダメージを受けます。いや、うん、皆さんが言わんとしてることはわかりますよ。ぶっちゃけよくわからないと思います。このゲームはわかりやすく言うと、こちらが有利な判定であれば相手がダメージを受けます。逆に相手が有利な判定であればこちらがダメージを受けます。特例として先ほどのデッドボールは相手にダメージが入るのはもちろん、デッドボールを食らった側もさすがに痛かったのかダメージを受けます。と、まあこのように野球の進行でダメージが発生するといったシステムなんですけど、めちゃくちゃテンポが悪いです。今までいろいろなクソ RPG をプレイしてきましたが、ここまでテンポの悪い戦闘は初めてです。一度戦闘に入ると数分から長ければ数十分拘束され、 RPG として致命的なテンポロスが発生します。しかも絶対テストプレイなんてしてないだろっていうレベルで調整がずさんです。というのもさっきから主人公サイドがバッティングを頑張っているんですが、一球もガットにかすってないですよね。これには理由がありまして、このゲームピッチャー、つまり守り側が超有利に設定されています。その証拠にプレイ開始から10時間経過してもヒットを打つことができませんでした。さらにこのゲームをクリアするまでに相手のバットにボールが当たることがありませんでした。つまりノーヒットノーランでクリアしたことになります。そのくらい
守り側が有利なゲームなんですね。ということで、相手の HP を削り切って、やっと倒しました。長い。長すぎる。最序盤の戦闘でこれですからね。中盤以降は終わってますので、また紹介します。そして、RPG として終わってるのは戦闘だけではありません。例えばこの買い物なんですけど、商品の性能や効能が一切表記されておらず、購入して実際に使ってみるまで、どんなアイテムかわからないという、アンシャントロマンシステムを採用しており、常に手探りでアイテム収集を行わなければなりません。さらにこの買い物なんですがバグだらけでして、その店で取り扱っている商品を一つも所持していない状態で売却しようとすると、なんと、無を売ることができまして、これにより、無限に所持金を増やせます。この時点でバランスが崩壊気味なんですが、さらに壊れているバグがあります。そのバグとは、買おうとしていたものの購入をキャンセルすると発生します。この操作自体は、どの RPG でもありがちな操作なんですけど、このゲームだとどうなるのかというと、このように購入した扱いになります。つまりこのゲームの買い物は欲しいものの購入をキャンセルするだけで購入した扱いになるので、実質的に通貨の必要性がありません。まあこのバグを使わずともレベル上げでお金は手に入るので、正直なくてもクリアはできます。ただこのバグはあまりにもひどい。他にもボスキャラ NPC が壁の中に埋まっているバグだとか、定期的に発生するフリーズだとか、あらゆるところでデバッグが行き届いてない様子が見受けられたので、もしかすると敵のバットにボールがかすりもしないでクリアできたこと自体がバグかもしれません。行くぞ。はい、ここからはストーリーの解説なんですけど、とりあえず動画冒頭のムービーにて主人公の父親がカイドウという暗黒野球軍の幹部と勝負しました。しかし結果は請求エクスカリバーが暗黒打法デスブリンガーによって打ち砕かれ、父親は死亡しました。そして死ぬ間際に父親は主人公に聖戦士の印を継承します。聖戦士の証、お前が受け継ぐのだ。聖戦士ってのは選ばれし9人の野球選手って感じですね。なのでこのゲームは9人の聖戦士を集結させ、世界の支配を目論む暗黒野球軍を倒すというお話です。ボーラー死ぬ時まで面白い親父でしたね。で、主人公のショウマは父親同様請求という必殺技を使えるのですが、それを受けるキャッチャーがいないということで、まずはキャッチャーの聖戦士を探すことに。そしてこの大悟という聖戦士を見つけます。しかしこの大悟とんでもないやつでした。これは山田選手の衣装。大悟君、君の捕手としての才能は本物だ。自信を持つのだ。もし君が熱血があると見込んだピッチャーに出会ったら、迷わず共に戦ってみるのだ。山田さん、わかりました。大悟君、どうしたの？はい、あの山田選手が亡くなった時俺の腕に現れたんです。これはひどいぞ。あの山田選手が亡くなった時俺の腕に現れたんです。今までは怖くて黙ってたんですけど、今は違います。これはひとたまりもない。こいつから力が溢れてくるようで、俺野球やりたいっす。すごい球この手で受けてみたいっす。天童さん、俺一緒に戦わせてください。ってな感じで仲間が増えます。やったね大悟ちゃん。ラークさん、君たちは治療法が見つかったのか。彼は
病弱魔球使い陰陽師のラークですね。長文のアフレコに弱いという弱点がありますが、選手としては使える部類です。まもなく私の命は尽きるでしょう。ん？あなたを探していたんです。私の命はもう長くはないが、この命燃え尽きるまでは、君たちと共に戦わせてほしい。燃えます！強敵と戦う！とても魂が燃えますね！なんだこいつは？とても魂が燃えますね！あなた、もう熱くなってきませんか？なんだこのおっさん？この熱い魂のぶつかり合い、それが野球です。え？そりゃみんな、え？っていうわ。なかなかやりますね、アミーゴ。私も燃えてきましたよ。このゴメスの真のマスカラ、お見せしましょう。今度はセメントです。アフレコ現場に居合わせて笑わなかったら100万円もらえそう。そんなことはない。魔球も技術の一つだ。魔球、熱血の心、ない。順調に仲間を増やしていく主人公一行ですが、簡単に仲間にならない聖戦士もいます。このインディアンは魔球に熱血がないとかイチャモンをつけてきて、仲間になりたがらないので勝負で決めることに。その勝負の様子をご覧ください。では行きます。やはりダメ。まだまだ、一度では諦めはしません。大丈夫？ボイス取り直す？一度では諦めはしません。くどい。ねえ、ねえ、誰か止めてよ。もう1球も投げてるじゃない。ラークさん死んじゃう。あ、私止めるからね。バカ、このままじゃラークさん死んじゃうのよ。ラーク自身が命を懸けたんだ。これはラークの勝負なんだ。負けた。は？どうやら一球でもストライク取れば勝利だったようです。優しい。こうして仲間を集め続け、戦力が増強されていくのですが、こちらのチームが強くなる一方、敵も強力になってきます。はい、こちらを見ていただきたいのですが、相手のメンバーが9人います。このゲームは、チームメンバーが9人に満たない場合、代わりにロボットが戦うシステムなんですけど、ロボットはあくまで代用であってチームメンバーではないので、倒す必要はなく、あくまでロボット以外のメンバーを全滅させれば勝利というシステムなんです。しかし相手がフルメンバーだと9人全て倒さなければならないので、当然戦闘が長期化します。ということで、地獄の通常雑魚戦の説明をします。ボス戦じゃないですからね。通常のエンカウントですからね。はい、今戦っているこの9人フルメンバー相手の場合だと、倒すまでに13分かかりました。ボス戦で十数分かかるのはどのゲームでも普通だと思うんですけど、通常演歌でこの長期戦はやばい、やばすぎる、ここまで長期戦になるのには理由がありまして、以前説明した投手側が有利すぎるという点ですね。本当に打てません。マジで打てない。最初はタイミングよくボタンを押したりしないと打てないんじゃないかと疑っていろいろ試したんですけど、全く反応がなかったので説明書を読んだところ、一度指示を出したらあとは自動ですって書いてあったので、タイミングよくボタンを押すといった要素はないです。一応
クリアまでに録画しながらヒット数を計測してみたのですが、プレイヤー側がヒット9本、ホームラン2本、敵側がヒット0本、ホームラン0本でした。ふざけるな！ということで倒すところまで来ました。ここまで13分とか改めてイカれてる。このゲームロードを挟むとたまにこうやってフリーズするんですよね。このように十数分戦った後にフリーズすると心が折れます。なので久しぶりに配信を苗落ちさせました。本当に辛かった。辛いデスブリ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 ンガー。笑わせるな。笑いたいのはこっちなんですけど、壮絶な作業を乗り越えてついにラスボス戦まで来ました。相手は復活してしまったダークベースボーラーです。一応邪神らしいんですけど、わかりやすく説明すると、ダークベースボーラーが共産主義でベースボーラーが資本主義ですね。この世界だとお金は努力と同義なので、努力しなくても与えられる世界か努力で掴み取る世界のどちらかで争っているって感じです。まあ正直どうでもいいです。早く終わらせたいんで。ということでダークベースボーラー戦です。その見た目でバッと持ってるのがシュールすぎるんですけど、神様だろうが全く打てないので、とにかく投げまくるだけです。ちなみにこのゲームの楽しみ方をプレイ開始から15時間くらいで見つけたんですけど、それはコントローラーの連射機能をオンにして放置ですね。放置してる間私はアマプラで映画とかを楽しみました。おかげでクリアまでに4本映画を見ちゃいましたよ。映画を楽しみつつ、たまに回復アイテムをぶん投げとけばいつの間にかかってるので、それやってるだけでクリアできるかと思います。ちなみにこのダークベースボーラーなんですけど、なんと第4形態まであって、第1形態が今戦ってる姿で、第2形態がこれで、第3形態がこれで、最終形態がこれです。一緒や。ラスボスでもなぜ第3形態と最終形態が同じ姿なのかというと、戦うたびに進化していくのがダークベースボーラーという設定らしく、負けては何度も対戦を挑んできて進化を繰り返すのですが、聖戦種の熱気が強すぎて人型に進化してしまい、人間に近づいていった結果こうなりました。まあ手抜きの言い訳にしか聞こえないんですけど、そういうことらしいです。はい、このゲームで貴重なヒットです。と言ってもこのような相手野手のエラーでヒットってだけで、クリーンヒットは存在しないみたいです。はい、ラスボスダースベースボーラーを倒しました。ガンドーのエンディングです。わしの負けじゃ。しかし心が熱い。これが熱血の力なのか。わかったぞ、天道昌磨。今はわしにもわかる。無限に湧き上がる不屈の心、敗北してなお燃え上がる闘志。まさに究極の強さよな。私もだ。今やっとそれに気づいた。私も熱血を持てるだろうか。いや、持ってみせよう。頼むぜ、神様よ。ダークベースボーラーよ、共にカオスの海へ帰ろう。我らの役目にもう一度挑んでみようではないか。わしらは共に不完全な神なれば、互いに補い合えるかもしれぬな。さらばだ、
聖戦手。はい、どうもクソ投稿者です。熱血レジェンドベースボーラーいかがでしたでしょうか。まあ言いたいことはね、動画内で大体言ったんですけど、いや本当にムービーがですねこのゲーム多くて、全部紹介しきれないので、後日ね、まとめ動画としてね、別でアップさせてもらいますので、まあ見てるとかなり苦痛だと思うんですけど、まあ興味のある方はねそちらの動画を見ていってください。で一応ね感想してみた感想なんですけど、マジできつかったです。はい。今までやってきたゲームの中で、トップ5に入るかなっていうぐらいの強敵でした。はい。途中でそもそも配信やめてますからね。はい。まあ、そのくらい辛かったです。まあ、ちゃんとクリアしましたけどね。はい。本当に、なんでしょうね。なんか本当終盤になると、雑魚敵で、もう十数分かかるのが当たり前で、なんか演歌率もめちゃくちゃ上がってるんですよ。その、最後ラインになると。で、もう、演歌したら、もう十数分。演歌したら、はい十数分みたいな繰り返しで、もっと終盤に入ってからゲームの進行度がね、今までのが100ぐらいだとすると、もう 10% ぐらいに下がりまして、本当に辛かったです。はい。あとはね、このゲームをプレイするまでにかかった金額ですね。はい。まあ、ソフトはね、ほぼ新品同様のものが届いて満足だったんですけど、本体がですね、カセットじゃなくて、で、あとはね、このゲーム、プレイするまでにかかった金額ですね。はい。これがですね、めちゃくちゃ古いハードだったんで、まあ、ソフト自体はね、2万円で買って、ほぼ新品同様のが届いて満足してたんですけど、本体がですね、まず、ディスクを読み取らない本体を引いてしまって、まあ、それがダメだと。で、次に買ったやつが、ちゃんと読み込みはするんだけど、メモリが壊れててセーブできない本体を引いてしまって、で、これもダメで、で、3代目でやっとまともなやつを引いて、まあ、ようやくできるといった感じですね。はい。で、これで累計8万円ぐらいかかりました。これまでだとね、チーターマン2が最高額だったんですけど、まあ、それをね、はるかに超える8万円と。はい。なので、もしよろしければね、まあ、後日上がるムービー集動画とか、この動画も何回かリピートしてくださると、ありがたいです。はい。てな感じでね、以上で、こちらの動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。Yeah.